皆さん、こんにちは。今回は六角精児さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。60歳を迎えた俳優の六角精児さんが自身の私生活について語ります。3回の離婚は修行。辛いことだけじゃない。その真意とはどういったところにあるのでしょうか。ひょうひょうとしていて、どこかつかめない。だけど芯はある俳優。ドラマや舞台、バラエティ番組など、いろいろな分野で見かける六角精児さんはいつ見ても自然体で楽しそうに生きているように感じます。六角精児さんのように年齢を重ねたい、そんな男性編集者の熱意が通じ、2023年6月1日語り下ろし著書「六角精児の無理しない生き方」が発売されました。借金やギャンブル依存症や3回の離婚といった大変なことを経験しながらも、常に自分らしく生きている六角精児さんに、困難があっても明るく上機嫌に生きるためのヒントを聞きました。書籍「六角精児の無理しない生き方」が発売されましたが、反響はいかがだったのでしょうか。30歳の女性スタッフが半分まで読んだって聞きました。面白いって思ってもらえたら嬉しいけど、正直感想はあんまり興味ないんですよね。思うことは人それぞれだから、あんまり押し付けたくないんです。届く人に届いてもらえたら。と偉く消極的な姿勢は、今までの派手な人生とは打って変わって別人のようです。著書の中にも、特別何かを訴えたいという気持ちはあまりないと書かれていました。それは普段のコミュニケーションにも現れているそうです。コミュニケーションは距離感を大切にしていて、俺が俺がと主張することはないです。だって自分の話や自慢話をしても相手はつまんないじゃないですか。撮影の現場では休憩中、役者だけでなくスタッフともたくさん話をして、この人とはどういう距離で話せばいいのか、お互いの心のバランスを考えています。信頼関係を築いた方がお芝居の新しい世界が見えて楽しいんですよね、と関係性について語ります。どのようなことがきっかけで人付き合いが得意になったのでしょうか。若い時に飲み歩いていたからかな。20代の頃は下北沢にあるロックバーでよくミュージシャンと飲んでいました。初めましての人と飲み交わすうちに、どうすれば相手の懐に飛び込めるのかが分かってきたんだと思います。と会話のタイミングなどを初めての人と話すことで掴んでいったそうです。人とうまく関わり合う能力は恋愛でも生きます。恋愛について偉そうに語れないけどと前置きをしながら、女性と話すときは相手のフィールドに入って会話の内容をちゃんと聞いて気持ちよく話してもらうようにしています。あと否定しないこと。でも最近はネット上で話したり恋愛したりするようですね。僕の考えは、女性と1対1で顔を合わせて話すことが前提だから古いかもしれないね、と人と接する際のポイントを述べたました。バラエティ番組では3回の離婚経験がたびたび話題になるそうです。結婚や離婚を重ね、生き方や考え方に変化はあったのでしょうか。離婚を経験したことで大事な人間性に気づくことができました。若い時の僕は自分のことばっかりで、結婚をしていても相手を思いやる気持ちが持てませんでした。特に僕は恩母日傘って育てられたこともあり、相手が自分の言動で傷つくことさえ理解していなかったんです。と相手のことを考える癖を学んだと言います。その上で、今振り返ると離婚は修行でした。離婚するたびに苦しいし、自分が人としていかにダメかという現実と向き合わなきゃいけない。でも温室で育った僕は離婚で感じる苦しみによって、人として大事なことは何かということに気づくことができました。自分から離婚したいと切り出したことはないけれど、離婚という修行は人間として足りていない部分を再確認するために人生において必要なことだと今は思っています。と離婚したからこその学びがあったようです。離婚は世間的に失敗と捉えられがちですが、それを糧にして受け入れるということも大事なのでしょう。うまくいかなかったことに後ろめたさを感じて、こそこそ隠しながら生きる社会の方が生き苦しいと思ってしまいます。
ギャンブル依存症も、借金も、3回の離婚歴も、僕は隠す気はないんですよね。弱みを見せているから、みんなが安心してくれて密なコミュニケーションを取れているのかもしれません。僕としては、こういう人間です、と話しているだけなんですけどね、と語ります。六角精児さんのように、様々な経験をし、それをオープンにすることで、名刺が割になり、わざわざ説明するまでもなく、どういう人なのかということを伝えているのでしょう。著書、六角精児の無理しない生き方。では、借金は全部、仕事で返した、と書かれていました。そうですね。少しずつですけど、僕はギャンブル依存症の自覚があったので、忙しい方がギャンブルに行かなくていいし、お金も使わないから、一生懸命に打ち込める仕事があってよかったです。暇になったら、またギャンブルしちゃうと思うんで、と怪我の巧妙といったところでしょう。テレビや映画、舞台と様々なジャンルで活躍されていますが、仕事の失敗で落ち込むこともあるのでしょうか。仕事で落ち込まないというと嘘になる。皆さんもそうでしょう。だけど落ち込んでも仕事はしなきゃいけないし、僕ら役者は芝居を続けなければいけない。失敗を引きずらないようにするには、慣れしかないと思います。いっぱい失敗して、いっぱい慣れる。大事なことは、同じ失敗を繰り返さないことです。次は全力で挽回する、という気概を持つんです。と述べています。話の中で最近、舞台で大事なセリフを言い間違えたことがあったことを語りました。それを間違えたら、ストーリーがひっくり返っちゃうくらいの結構な失敗だったそうです。やっちゃったと心で思いながらも、最後まで演じ続けました。その後、次の舞台では絶対に間違えない、と何度も練習したそうです。すると、今までで一番いい演技ができたのだそうです。失敗しても気にしない。でも失敗した内容は覚えて、次に生かす。その繰り返しだと力説しています。六角精児さんの中で、もうどう思われてもいいや、と肩の力が抜け始めたのが50代ぐらいだと言います。相棒を降板されたのも、50代半ばぐらいでした。これについては、撮影に半年以上かかるので、他の仕事に挑戦する時間がなかなか取れないなと感じたのが一番の理由です。それに鑑識役が16年も続いて嬉しい気持ちもありつつも、自分でも長いなと感じて、卒業することにしたんです。と話します。時間ができたことで、バンド活動も鉄道番組も本格的に取り組めるようになり、その結果としてラジオの仕事にも広がっていったそうです。六角精児さんはご自身の趣味でもある。音楽や鉄道旅がお仕事になって、理想的な働き方をされているなと憧れを感じる人が多いようです。好きで始めたことが仕事になり、自分でも羨ましいやつだなと自己分析しているそうです。その上で、ただ、こうしていろんなことにチャレンジできるのは、自分のことを大した人間じゃないと思っているから、どうせ俺はこんなもんだと思っているから、何でも気楽にできるんです。年を取ってから、俺はこんなもんじゃない、まだまだできる、と、ハードルを上げてしまうと苦しいからね、と理想の仕事への取り組み方を語ります。俺の才能が花開くのはこれからだ、と言っても、この年になって出てくる才能なんてないですから。俳優で60過ぎて売れっ子になった人は、佐藤薫、佐藤よしさんぐらいなもんです。と述べます。ただ、人生100年時代と言われると、50歳でもまだまだ人生折り返し地点です。これから先も頑張らないといけない感じがしてくるのではないでしょうか。人生100年といっても、健康寿命は人それぞれです。健康的に日常生活が送れる年齢って、実はそんなに高くない気もするのだと述べます。寿命が伸びても、さすがに70代、80代でバリバリ仕事をするのは身体的に辛いとしています。六角精児さんはご著書の中で、仕事がなくなった時が定年だとおっしゃっています。定年後はどういうプランで行きたいというプランはあるのでしょうか。自分のバンドで、全国の小さいライブハウスを回りたいかな。それなら好きな鉄道の旅も叶えられるし、としています。お仕事も引く手あまたでしょうから、
老後の資金も安泰なのではないでしょうかと尋ねると、次のように答えます。それがね、性分なのか。お金がたまらないんですよ。自分にとってはバンドの経験が財産で、それが老後の貯蓄みたいなものなんです。としています。相棒の鑑識が来たよ。とか、半分騙しているみたいだけど、それでライブに足を運んでくれる人がいたら嬉しいな。バンドで稼いだお金で、少しでも我々メンバーの生活の足しになれば、それで十分です。と現状の幸せをかみしめているようです。さて、そんな人生を語る六角精児さんがある番組で嫌いな俳優について語ったことがありました。その番組とは、ダウンタウンのフジテレビ系で、近頃は、クズ俳優として、その素顔に注目が集まっていますが、相変わらずのはにき抜きせぬ発言を展開し、世間を震撼とさせています。登場からエンジン全開の六角精児さんは、次々に本音トークを炸裂させると、話題は、嫌いな役者に及びました。すると、迷うことなく即答でその名を暴露しました。放送では音声加工が施され、視聴者にその実名は明かされなかったものの、六角精児さんは、肉体派でイケイケ、自分と一つも共通点がないし、話したいと思わない、自分のことがすごい好きそうな感じがする、と述べていました。すると、ネット上では、高橋克典と六角には共通点が一つもない、年齢も近い高橋だろうね、イケイケへの嫉妬かな、などと、当該人物は、高橋克典、ではないか、との憶測が飛び交いました。名前を聞いた坂上忍さんが、バラエティに協力的な人と発言し、それに対して六角精児さんが、でも面白くないでしょ、と返したやりとりもヒントとなり、他には、伊藤秀明さん、及川光博さん、反町隆史さん、市原隼人さんらの名前も候補に挙がっている模様です。いかがだったでしょうか。今回は六角精児さんの人生との向き合い方を見てきました。50代後半ともなると、職場では役職定年などで第一線から離れる人も少なくありません。仕事へのモチベーションをどこに持っていったらいいか悩む人も多いようです。六角精児さんはそしたら若い人たちの役に立とうとするのが一番いいんじゃないかな。自分が主体じゃなくてサポート側に回る。すると、今までにない面白い発見があるかもしれません。と素敵なアドバイスを投げかけてくれました。自分はこれだけやってきたというプライドもあるとしつつも、第一線から外れたことは事実なのだから、そのことを素直に受け止めた方が良いと述べています。悶々と悩んでも体に悪いと最後に結んでいました。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。